はい、皆さんこんにちは。地獄旅 in 九州見てくださった方、ありがとうございました。今日は動画の素材が少し余ってますので、番外編で皆さんに紹介していきたいと思います。こちらは国鉄筑肥線の復刻カラーです。あとこちら廃棄で撮影した白い緑、885系なんですけれども、佐世保から廃棄の間は特急列車も乗車券だけで乗れる区間みたいです。これなんでかは謎なんですよね。知ってる方いらっしゃいましたらコメントで教えてください。これは鳥栖駅で食べた僕の朝食ですね。ハッシュドポテトが一番美味しかったです。でこちらは延岡駅の朝の様子です。日豊本線、こちら817系が、2編成つながって4両編成になってました。でこれは6両の霧島かな。霧島の運用6両というのは結構少ないんじゃないかなって思います。だいたい4両です。こちらは、始発の延岡発宮崎空港行きかな、南宮崎行きかな、日向の運用にあたる787系が入線してきてます。まだ6時前とかだったんですけれども、これが始発なのかな。実際に乗ってたお客さんはそんなに多くなかったんですけども、多分特急券買って定期使ってる高校生なんかもいらっしゃったんで、市内に通学されてるんじゃないですかね。はい、で出発してきました。で次の動画がこれは、宗太郎越えをした後の動画ですね。もう佐伯市内に入って、街中に下ってってるんですけれども、この区間やっぱり山の中を走ってますので、結構農村部を走ってました。で実際にここって、動画でもあったんですけども、普通電車の本数が少ないんですよね。なんで、最近に入ってから重岡あたりぐらいから高校生が結構乗ってきてました。でこの駅でも何人か高校生が乗ってきてました。で重岡がやっぱり一番多かったですね。15人ぐらい乗ってきたと思います。あとこれはどこだろう、別府だな。別府のですね、東別府から別府駅の間を走っている様子です。でこの辺りなんですけれども、神縄だったり、地獄巡りとかとはまた離れた場所になるんですよ。南側、別府の東側になるんですけれども、市営温泉とかあとパン屋さんがあったりして、観光地としても穴場のスポットが結構あったりしますんで、別府に行かれた際にはぜひ行ってみてください。この地域僕結構好きです。でこれは宇佐に入ってすぐの駅だな。西屋敷っていうすごい田舎にある駅です。この周辺コンビニも意外と少なかったりします。この辺はかなり本数も少なくて、降りる人とかも少ないです。はい、これ動画にありましたね。中津駅の様子です。このなんか枯れた正面構造結構好きなんですよね。毎回駅に行ったら見ます。でこれ日本一長い浜が取れた時の、その長さと同じベンチが駅にあります。はい、でこちら山国川です。僕ルーツが中津にあるんですけれども、よく祖父母の家に帰った時にはこの川で泳いでました。今も泳いでます。で最後に今回の地獄旅 in 九州の時刻表だったり、総括を上げてますので、ぜひ九州一周される際には参考にされてみてください。はい、まず1日目、個人的に僕がびっくりしたのが、松浦鉄道の車両なんですけれども、2時間ぐらい乗っておかなきゃいけないのにトイレがなかったのがきつかったです。途中駅も停車時間は短いですんで、トイレ行く際には田平平戸口駅か最後ら辺の笹駅で行かれるのをおすすめします。はい、2日目です。2日目はもうとにかく長いです。で、休憩するとすれば、昔の主要駅、廃棄だったり鳥栖だったり、そういった駅で休憩できる時間がありますんで、そこで休憩することをおすすめします。あと鳥栖よりも先はどこが大きな駅かな、大牟田だったり、基本乗り継いだ駅が全部大きな駅だったり、昔の主要駅なので、そこで休憩されるのがベストかなっていうふうに思います。基本的にそこの駅に行けば喫煙所とかもあったりしたんで便利です。はい、あと個人的にびっくりしたことなんですけれども、延岡のホテルに着いたら次の日の着替えがないことに気づきました。もちろん洗って乾いたんで良かったんですけれども、皆さん気をつけてください。はい、で最後に3日目です。3日目も基本的には大きな駅で乗り継ぎをしてます。日豊本線だけ西小倉で乗り換えました。で、総括なんですけれども、九州のダイヤって接続が良すぎてほぼ観光ができなかったです。なので、観光したい方は時間にゆとりを持って移動されてください。
はい、じゃあ今回番外編以上です。